はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。はい、14年目終わりました。成績は、はい、画面にある通り2位でしたね。いやー、本当はね、ちゃんとね、昇格1位争い、昇格争いの動画を撮りたかったんだけどもね、ちょっとこれ見てもらえれば分かる通り、ちょっとね、勝ち点差が開きすぎてて、ちょっと動画にする前でもなかったって感じですね。トータルでトカチバロンに4回全部負けてるんで、ここが響いたかな。ここ全部勝ってれば、てか、ここ2回でも勝ってれば、全然いけたんだけど、やっぱトカチバロン強すぎたね。で、入れ替え戦はキャッツ相手らしいんですけれども、正直、どっちのが強いんだ、東島ビクトリーの方が強そうだね。まあ、キャッツアイズ落ちてくるかわかんないけど、まあ、来シーズンの、とりあえず、対戦相手、てか、入れ替え戦の結果とりあえず見ましょう。はい。で、今シーズンもとりあえず終わらせます。お疲れ様でした。はい、結果。いやー、またトカチバロンですね、対戦相手は、来シーズン。で、一応得点ランキングとかも見るか。知念と野崎が12ゴールで、1位。いや、これで負けるって結構やばい。これで1位取れないって結構まずいよな。で、成島がちゃんとアシストランキング。お、ちゃんとね、いいね。この成島、右、森重、左。ここから多分クロス上げて、中央の2人が、知念、野崎が点取ってるってことはもうこれで分かったね。まあ、ここまで悪くないんでね。あとね、今シーズン、朗報です。ほんと、マジ朗報。はい、予算が足りました。やった、マジこれ、ほんとね、この予算、毎シーズン足りなくて、選手を何人か放出してるんだけども。今回は選手足りた。はい。で、以上です。で、じゃあ、とりあえず、一試合やるか。どうせ、やることないんで。お、いつも、毎年のことですね、この、臨時コーチ。で、カルチビットが課題。もうほんとね、10回ぐらいカルチビットが課題になってるじゃないかと思ってんだよね。で、今までの、はい、この集めた特訓カードです。公式戦しかやってないから、そんな集まってないね。はい。じゃあ、もう試合まで飛ばします。はい。もうね、うちのチームは練習しないんで、練習しないで N2 リーグ目指す企画なんで、はい、じゃあ行きます、これで。はい。スタメンはいつも通り、この11人で行きましょう。まあ、知念、野崎が、意義がなくなったんでね。今シーズンさらに行きたい。でもやっぱ、じゃあディフェンダーがね、なんか、失点多いのかな。まあでも、まあ失点多そうだね。まあ14の試合ちょっと去年勝ちきれてなかったんで、なんとか勝ってほしい。ちなみにまだ1回もジャパンカップ勝ってないんでね。勝てそうな相手が来たら、いや、勝ちそうな相手来ないか、ステップリーグで。まあ、N2 のチームと戦う、ステップリーグで戦うことになったら、動画撮ります。絶対ないけどね。このクロスに、知念。いや、大きそう。こういう感じですね。今のはちょっと無理やりクロス上げた感あるけど、別に、打ってもよかったな、そのまま。いぞ、野崎。知念いる。でもこいつクロス上げんね、ほら。知念がヘディングで決めると。もうね、このツートップは、利き足頭だからね。ツートップ、利き足頭の選手いるってことは、もう本当に、素晴らしい、もうクロスゲーができる。身長2メートルあるから、この二人は。こっから、もうクロス、グラウンダーで上げろよ。相手のディフェンダー、この袴田が追いつきそうだったけどね。危ない。いや、ちょっとこの試合はとりあえず勝てそうなんで、とりあえずもう違う話をしよう。今日ね、8月17日なんですけれども、明日ね、ACL あるじゃないですか。マリノス対神戸の。この試合ね、見に行くことになったんだよね。まあね、しかも一番いい席で見るんだよ。まあ理由としてはちょっと皆さんもわかってるかもしれないけど、なんか、5000円クーポンってのがね、配られてですね。やばくない ?5000 クーポン。僕、まあ、サイスタ全然いけるんで、平日の8時でも、暇なんで。なので、一番いい席で、普通だったら何円だったら7000円 ?7800 でも8000円ぐらいしたんだけど、手数料込みで。でも、まあ、5000匹クーポン使うことによって、まあ、手数料込み、3000円でね、見れるということで。いやー、すごいね。しかも、イニエスタね、出るかちょっと、どうかちょっと楽しみだね。一応前回の試合はイニエスタ出てなかった。怪我とかしてない限りは、イニエスタ、あれね、多分、出るのかわかんない。最近工具の試合見てないから、どうなってるのかわからないんですけど、
とりあえず、再スター ACL、初めてではないか。浦和レッズの以外、浦和レッズ以外の試合を再スターで見ることは、3回目ぐらいか。ゼロックススーパーカップとか、なんか天皇杯とか結構見に行ったことあるからか。初めてではないんだけど、まあ、楽しみだね。一番いい席で見る、サッカーは面白いのか。あとね、今日リリースされありましたね。このガンバ大阪の監督、片野坂監督解任ですよ、解任。解任だよね、あれ。確か解任だったと思う。辞任じゃなかった。自分から辞めるって感じじゃなかったから。多分まあ解任。で、まあ、新しい監督来るんだけど。まあ、なんか大分がかわいそうだな、と思ったね。大分はだって降格してもそのまま片野坂監督で行くつもりだったんでしょ。まあでもそれは片野坂監督自身がもうそれはもう無理だって言うかもしんないけど、まあちょっとどうなる、片野坂監督どこ行くか気になるね。ガンバの試合見てないんだけど、そんなひどかったのか、ここ最近の試合。まあでも確かにね、ガンバの戦力あっては良くないもん。でも一応前の監督、前の監督か、宮本監督、常様が一時期2位まで行ったかんね、ガンバ。あんま勝ち点はすごい伸びたってわけじゃないけど。で、その、で、去年あんま良くなくて解任しちゃって。で、今年、片野坂監督で新しく行きますって言って。まあ、皆さんどう思いますか？まあ、監督に責任はもある、あると思うけど、ね。大分であれだけのことをやってのけた監督だからね。ちょっと、なんか、仕方ないよな、でも。皆さんちょっとどう思うかコメント欲しい。気になる。結構ね、あれなんじゃない？まあ仕方ないって人も多いと思うけど、やっぱでも解任かなんか、今あれだよね、徳島の監督もさ、ボヤトス監督だっけ？あの監督も去年降格させちゃったけど、結局ついてるもんね。まあでも結果今、ゆず14位。という結果なんでね。仕方ないっちゃ仕方ないか。徳島。まあ、結果が出てない時に監督を切るか切らないか。いや、難しい問題だよなぁ。だってあれだよね、岩田の監督も、フラワーに06で負けてから解任されちゃったよね。まあでも、徳島じゃなくて、岩田は、実は昇格した時の監督じゃないもんね。仕方ない、それは。まあ。個人的にガンバの監督は、来シーズン、ちょっと今熊本率いてる大木監督がやったら個人的にはあれかな。なんか面白くなるかなと思うんだけども。なんかこの監督やってほしいとかありますか？まあ本当に大分がかわいそうだよな。大分でも今下平監督で、あんま順位は良くない。まあ9位。J2。去年降格してきて、9位はまあ良くはないけど、まあまあギリギリ最低限。言うてまだ、あれだからね、最悪プレイオフ入っておけば十分だもんね。まあ、1位2位にはなりたかっただろうけど。まあ、でも今シーズンあんまりなさ、あんまり監督解任されてなかったよね。結構、もう中盤戦、夏真っ只中で解任。なんか、毎シーズンさ、なんか、10試合やって解任するチームがあったけど、そう考えるとやっぱ結構我慢してんのか。まあそうっすね。確かになんか前浦和のあの監督、鹿島ですごかった監督。俺名前が出てこねえ。やばいぞ。あの人。鹿島で3連覇した人。やばい。出てこねえ。あれ？本当にやばいぞ。度忘れが過ぎる。さすがに。まあ、本当にでもね、10試合とかで解任じゃないんでね、今回は。今の、結構フロント陣も我慢
知ってる？まあでもな、結構なんかフロントが責任取れとか言ってるさ、やからも言うけどさ、別に今回ばかりはガンバ特に仕方ないんじゃないかな。さすがにね、ガンバ大阪降格圏はもう、救いようがねえわな。まだなんかさ、J2 降格しそうなチーム、もとから前評判が降格しそうなチームとかだったら、まあ、仕方ないと思うけど、まあ、しょうがないと思う。しょうがないっていうか、残しておいてもいいと思うけどね。ガンバ大阪で降格圏にいるってことは、まあ、それだけ重大な責任があるってことだね。はい。じゃあ今回はここで終わりです。今シーズン、15年目こそ、本当に昇格したい。一応去年最高勝ち点更新したんで、勝ち点40だね、とりあえず。勝ち点40目指して頑張ります。ご視聴ありがとうございました。